ICT 工房はおととし4月に長野県飯綱町に初めて開設され大牟田市が全国で3か所目デジタル技術を活用して地域課題の解決などを目指すということで地元の農家と協力してスマートグラスによるバーチャルリンゴ狩りの実験などに取り組んできました長野や沖縄のオフィスともリアルタイムでつながっています。

5年後までに30人規模まで増やす計画ということです。